はい、こんにちは、R です。 R なんですけれども、今回はですね、ヒーローシューター、今この使ってる武器を通常のね、ガチマッチとかでも使いたいんで、そこをですね、目指してやっていこうと思います。なんでもこのヒーローモードの全部ステージをこの武器でクリアすれば手に入るとか入らないとかっていう噂を聞いたので、これですね、エリア1から2、3、4と、あと1つ27ステージをクリアすれば全ステージクリアなんで、これでやっていこうと思います。とさあ、こいつで最後のナナズくんです。よし、いいね。これでクリアしました。全ステージをヒーローシューターでクリアしたんで、データが集まったと思います。どうなるんでしょうか。じゃん、来た来た来た。いろんな場所でヒーローシューターを使い込んでくれたみたいですね。データもバッチリ。縄張りバトルで使えるような試作品が作れそうですし、完成して許可が下りたらハイカラスクエアの僕の店の看板商品にするつもりなんですし、楽しみですし、早速作業に取り掛かるですし。よし、戻ってみましょう。よし、武吉頼むぜ。行くぜ行くぜ。流行る気持ちを抑えつつ、じわじわじわ。いらっしゃいやし、ホテルで活かせる武器を見ていくでし。来たー。そういえば、とある場所で武器のモニターテストをやっていたのですが、そのデータが取り終わったんでし。ちょうど製品化ができたところなので、ぜひとも見ていってほしいでし。君のランクならヒーローシューターレプリカを使いこなせるです。メインウェポンのヒーローシューターレプリカはスプラシューターと同じ性能構成ですが、特別なデザインに変更したモデルです。とある場所で長時間にわたるテストを行って、伝説の決戦兵器にふさわしい性能の武器を作ったんですが、時代を先取りしすぎた設計を理解してもらえず、大量生産の許可が下りなかったですし、そこで余ったパーツをスプラシューターにつけて見た目だけ変えたのがこの武器です。このデザインとってもかっこいいですし、今にも世界を救えそうな気分になるですし、ぜひぜひ手に取って可愛がってほしいです。安っ、1500円、買います。装備します。イエーイ。ちょっと見てみましょうよ、これ。おー、かっこいい。マジ P90 みたい。これいいよね。いいよいいよ。よし、ご視聴ありがとうございました。噂は本当でした。これを使って今度から S プラスを目指したいと思います。まあ別の武器も使うけどね。ありがとうございました。バイバイ。